トリンケン・ビュルツブルグ線は、バイエルン州、ミッテル・フランケン地域のトロイヒトリンゲンと、ウンター・フランケン地域のビュルツブルグを結ぶ、鉄道路線である。主な経営地は、グンツェンハウゼン、アンスバッハ、シュタイナッハ、マルクトブライト、オクセンフルトである。この路線は3つの区間の開通を通じて形成された。アンスバッハは、ルートビヒ南北鉄道と連結されなかったので、 グンツェンハウゼン方面の連結線を賃貸鉄道の形で建設させた。この路線の運営は、バイエルン王立鉄道が担当して、アンスバッハグンツェンハウゼン区間は、ノイエンマルクとバイロイト及びパーシング・シュターンベルク区間の後を継ぐ3番目の賃貸鉄道路線であった。1861年に制定された、鉄道建設法案によりトロイヒトリンゲン。 フィールツブルグ区間が完工されて、アンスバッハ駅は通過式駅となった。グンツェンハウゼントロイヒトリンゲン区間は1869年10月2日に開通されて、アルトミュール鉄道の北部路線にあたる。この路線の電化は1965年3月15日完了した。1978年社会実現プロジェクトの一環として、 総計15所の乗降場が廃止された。バス路線が廃止駅の区間を結ぶ機能を果たすこととなった。1993年には貨物の取り扱いが多い駅で中止された。2016年7月18日に奥ンフルトビュルツブルク区間で走行中の普通列車でアフガニスタン出身の難民が斧と刃物で乗客を襲う事件が発生した。 この事件で4人が重傷を、数トが軽傷を負って、犯人は居所である、ビュルツブルグ市、ハイリングスフェルト町で特殊吸収部隊により、射殺された。2018年に、新しいプラットフォームが、オーバーダッハシュテッテン駅とウフェンハイム駅に、電子式信号扱い技術の改良過程で、設置された。この路線は、過去には、ドイツ南北の遠距離輸送に、重要な路線で、 ニュルンベルク経由の場合よりも、時間的に有利であった。アイス列車は、ビュルツブルグ中央駅を出発すると、この路線の中間駅では停車せずに、アウクスブルクの方面に走行する。地域輸送の部門にこの路線は、DB レギオのビュルツブルグ電車路線網に属する。ビュルツブルグマルクトブライト区間は、マインフランケン運輸連合の区域に属し、 マルクトブライトトロイヒトリンゲン区間の運賃はニュルンベルク広域運輸連合により管理されている。ありがとうございます。